こうやってオリジナルのサウンドを入れて加工して扱っていくのもめっちゃ面白いですよね。今回はライブのテクスチャーラボのサンプリングについてやっていこうと思います。で、ライブのテクスチャーラボは最大6秒のサンプルを使うことができます。で、プリセットで16個入ってるんですけど、さらに16個、合計32のサンプルを保存して使うことができます。で、前回もやったんですけど、サンプルの選択は SRC のつまみで行います。で、17以降がブランクになってます。で、サンプリングするには LINE インに入力したい出力をつなぎます。で、今回はローランド MC101 がつないであります。で、ファンクションボタンを押しながら録音ボタンを押します。で、サンプリングが赤く点滅します。で、もう一度サンプリング押すとサンプリングが始まります。で、ピアノの音をサンプリングします。これでサンプリング終わりました。で、OK を押して保存するサンプルを選択します。で、そのまま17に保存します。まあ適当にちょっと打ち込んでみました。まあサンプリングしたサウンドをちょっとグレインでいじってみます。じゃあサンプリングの名前つけようと思います。で、ファンクションボタンを押して、サンプルのデータを押します。まあ、ピアノなんで、ピアノでつけようと思います。ちょっと I と L が間違って入力しちゃったんですけど、とりあえず入力終わったら OK を押して保存します。では今度はリズムループをサンプリングしていこうと思います。じゃあファンクションボタンを押してサンプリングを押します。で、もう一度サンプリングを押して、で、リズム音を再生します。で、サンプリング終わりました。
じゃあ他のとこにセーブします。なんかもう全然違うサウンドになっちゃいましたね。まあ、こんな感じでかなり弦音とはかけ離れた感じのサウンドにすることができます。ではパターンをリサンプリングしようと思います。でまずリサンプリングしたいパターンを選択します。で、ファンクション、レックセッティングをします。で、バリューでパターンに変えます。で、ファンクションを押して、サンプリングボタンを押して、点灯させます。で、もう一度サンプリングを押して、録音を開始します。で、サンプリング保存します。
まあ、リサンプリングしたサウンドを同じシーケンスで鳴らしてみました。で、サンプルやパターンのデータのインポート、エクスポートはパソコンもしくは Mac で行います。で、ライブのテクスチャーラボのデータの送受信は MIDI のシステムエクスクルーシブを使うので、 PC、Mac と接続された MIDI インターフェースとテクスチャーラボを MIDI 接続します。で、推奨アプリで PC だと MIDI OX で、 Mac だと SysEX ライブラリアンっていうソフトを使います。で、サンプルのインポートはコンバーターで変換する必要があります。で、ソニックウェアさんのサイトでコンバーターのマニュアルが公開されているので、やってみたい方は参考にしてやってみてください。まあ、テクスチャーラボはプリセットでもいい感じのサウンド入ってるんですけど、やっぱりサンプラーでもあるんで、こうやってオリジナルのサウンドを入れて加工して扱っていくのもめっちゃ面白いですよね。まあ、サンプリングってかなりセンス問われると思うんですけど、まあ、クリッパーもいろいろこの中に入れて使っていこうと思います。